商店に商店。こんにちは。こんにちは。はい。というわけで商店に商店です。はい。はい。というわけでお名前をどうぞ。ミュージシャン東康之です。よろしくお願いします。はい、ドラマー瀬永和也です。よろしくお願いします。はい。先日ドラマードラマーゲストありがとうございました。はい、いや楽しかったですよ。すごい。はい、あれね、結構好評ですよ。僕の周りの。はい。ありがとうございます。はい。その中で、お店紹介というか、はい、お店の話をたくさんしましたけども、そうですね。はい。お店にやってまいりました。ありがとうございます。はい。私がプロデュースしているライブバーですね。はい、ストロベリーフィールズへようこそ。はい。こちらでございますね。はい。こちらは場所はどこにありますか。ここはですね、はい、駒沢大学駅、伝統支店の駒沢大学駅から徒歩8分ぐらいですね、はい、上馬という場所にあります、ライブハウスストビーフィールズです。はい、環状7号線の前ですね。そうです、そうです、そうですね、すぐそこは目の前環7が走ってます。はい、あとは246の交差点が上馬の交差点。そうですね、上馬246の交差点と、246と環7の交差点からもう徒歩3分ぐらいですね。そうですね、はい、ここが目印でございます。はい、はい、ここがいわゆるライブスペース、イベントスペース。そうですね、ライブイベントスペース、はい、ライブバーです。だからそこで紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ中に行きたいと思いますので。はい、はい、お願いします。はい、で行きましょう。どうぞ、はい、俺降りてきました。はい、はい、お待たせしました。では、はい、中へどうぞ。はい、ストロベリーフィールズです。どうですか。はい、今番組中も言ってましたけども、はい、今砂浜に、いやそうなんですよ、ね、どうですかこの砂浜感。これなんですか。砂ですよね。そうなんですよ、これはわざわざ砂をね取り寄せました。はい、結構白い砂なんですよ。そうです、ね、日本のね海岸の砂結構黒いんですけど、はい、うちはねやっぱビーチってことでこだわってちょっと白めの砂を頑張って取り寄せました。はい、でねこのウッドブロックも敷いて全部我々手作りで作らせてもらいました。これはその今何ちゅうイベントでしたっけ。ビーチストロベリーフィールズ、はいはい、っていうことなんで期間限定の仕様になってる、ね、そうなんですよ。これね7月と8月と2ヶ月間だけ期間限定で今やってるんですよ。はい、このウッドブロックの感じもねすごい素敵なんで、まあ、今後も残そうかなって話もあったりなかったりするんですけど、はい、じゃあこれお客さんここに座るわけですよね。そうです、これはもう椅子としても使えるし机としても使えるし。座っていいですか。どうぞどうぞ。こうやってライブを見たりとか。そうです、まさにそういう感じです。おお、意外と砂がこうあるんですねこれ。そうですね、はい、パラソルとかもあるんで、ずいぶんちょっとここの席とここの席がちょっとずいぶん扱いが違うような気がする。ここねかなりいい席なんですよ。いい席ですよね。はい、いやよろしかったらどうぞぜひ。ゆったりですよ、ゆったり、はい、こういう感じで今ゆったりと音楽を楽しめる、まあ、ライブバーという形になっております。はい、いかがですか東さん。すごいですねこれね。返しモニターとかも結構このスペースにしてはたくさんあるんじゃないですか。いやそうなんですよ、もううちの箱はちゃんとしたライブができるっていうことが、はい、まあ、その売りでもあるんで、おしゃれなのにこんないい機材ちゃんと入れちゃってるみたいな。はい、はい、ちょっとステージ周りいろいろ紹介しますか。はい、まずぜひ、はい、まず、まあ、メインスピーカーこれもウーハー付き、まあ、見てわかるんですけど下をウーハー付きでガッツリ音も出せるやつで、うん、で転がしもちゃんと足元2台と、はい、ドラムの方にもドラムモニターついてます。はい、だから僕も非常にやりやすいですね。なるほど。で、まあステージ、あとギターアンプ、はい、定番のジャズコーラス、ジャズコーがありますね、はい、ローランドジャズコー、はい、と、ね、あとうちのギタリストのね私物だと思うんですけどマーシャルのちっちゃいやつ、はい、あれがね結構いいんですよ、はい、あのサイズなんですけど、まあ、パワーバッチリあるんで。なるほど。で、ベースアンプがですね、はい、アンプはヤマハですね、はい、で下のやつはうちのベースの私物だと思うんですけど、まあ、キャビはレイニー。あ、大丈夫ですか、はい、全部私物ばかりで。そう、ね、本当にブランデルさんが我々の箱なんで。なるほど、はい、で上のちっちゃい赤いやつあるじゃないですか、うん、これ、まあ、これもね一応ベースアンプなんですよ、はい、まあ、普通普段は下使ってるんですけど、うん、上のやつもコンパクトで持ち歩けるやつで、ちょっとアコースティックのイベントやるときとかはこの上を使ったりしますと、はい、へ、はい、で、あとこれかでっかいキーボード、はい、これは下のやつはこのお店のキーボードですね、うん、ローランドの RD600、うん、これ結構いいんですよね、うん、でピアノタッチのやつですね、はい、という感じで。なるほど。でいよいよドラムセット、はい、これねドラマーですからね。そうですよ、はい、これは見る方が見れば分かるんですけど、はい、ソナーっていうメーカーのドラムセットで、はい、これはねもともとこのライブハウスにあったものをそのまま使ってます。これは僕の私物ではないんですけ ど, なるほど。これすごくいいドラムセットなんですよ、はいはい、もうドラマーが見たらおソナーだやったぜみたいな、うんうん、そんぐらいいいやつですね。なるほど、はい、そんなとこですか。はい、これ結構な音出せるんじゃないですか。出せます。音量的にはもうバッチリロックのライブもできちゃうし、うん、そうですね、まあただ
場所がね結構おしゃれなんで、うん、おしゃれ系の出演者が多いですかね。そうですね、まあ、東さんみたいな方がよく出てくださってるというようなおしゃれ系なんでしょうかっていう、ね、そこで疑問がしていろんな疑問が、はい、あ、でもなんか照明こっちから見るといろんなのがついてる、ね、うちの照明は全部 LED でやってまして、はい、あの照明の色ももう無段階で調整できるんですよ。ちょっと今やってみましょうか。ちょっと変えてみてください。はい、これね、照明も結構ね、売りなんですよそれ小道具ですか。浮き輪はあの雰囲気を出してるだけ。いいんですか、そんなおしゃれな雰囲気を言いそうダメにしますけど、あなたがあ、色変わった、すごい、ほらお前はど素人だから色ぐらい変わるだろうな、ライブハウスは。すごい、お、眩しい。フラッシュとか、フラッシュとか、フラッシュ出しますよ。あの、気をつけてください、はい、画面的に大丈夫か。大丈夫ですよ。なるほど、はい、眩しい。こういう感じで、なるほど、 LED の照明でおしゃれにやっております。はいはい、じゃあちょっと PA とか見ますか。はい、 PA 見ましょうか。はいはい、はい、こちら PA エリア、ありがとうございます。ここ PA エリアですね。はい、 PA ブースです。うちはね、 PA はデジタクで、はい、ベリンガーの X32 という機種ですね。はい、もうこれデジタクなんでね、何でもできちゃうんですよ。派手ですね、これ。え、派手色が、あー、そうですね、 LED ですね、これ、うん、全部で色分けされてるんで、そう、色分けがすごいな。そう、チャンネルがね、すごい見やすいんですよ、うんうん、あの、もうこの今何をオグジュアリー送ってるかとか、はいはい、まあチャンネルもこう楽器ごとボーカル、うん、こうキーボード、アコギとか、はい、まあドラムセットとかも全部設定できて、うんうん、まあ、あのリバーブ、ディレイ全部設定できて、これ色分けすごい見やすいですね、確かに、ね、これ便利なんですよ、これベリンガーの。はい、こう、いろいろこう細かくできるんですね、 EQ。 そうですよ、もうイコライザーコンプ、そうですね、あのこっちの方にパワーアンプもあるんですけど、うん、もういろいろリバーもついてて、うん、これすごい便利でね、何でもできちゃうんで。なるほど、はい、もうデジタクなんでもう全部自動で動きますから。全部で何チャンネルあるんですか。これね、多分ね X32 なんでね、うん、32チャンぐらいあるんじゃないかな。あ、32チャンありますね。そうね、はい、はい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 、じゃあいろんな編成の対応してるんですね、うんうん、そうですね、はい。あとうちの店はね、カラオケもあって、はい、まあ、ここにカラオケのセットがあるんですけど、そうですね、あのさっきステージでちょっとまだ紹介できてないんですけどね、うん、プロジェクターがありまして、はい、カラオケの画面をプロジェクターに流したりして、そういうカラオケ遊びもできます。それワイヤレスマイクがどういう風に使うんですか。カラオケはカラオケデーみたいなのがあるんですか。いや、もうカラオケパーティーですね。ああ、はい、もう飲み会の時とかに、はいはい、パーティーの時、パーティーの時にカラオケやってくださいっていう感じで。ああ、なるほどね、はい、ワイヤレスマイクが2本と電木もあるんで。なるほど、あの大画面でカラオケの歌詞が見れますから。ちょっとプロジェクターの方いきます、はい、この PA 関係の流れから。はい、なるほど、これスクリーンがもう壁なんですね。お、いいとこに気がつきましたですねそれ誰も気づくでしょ、この前のこういう感じでですね、はい、ここにプロジェクターがついてるんですよ。はいはいはい、で、あの壁が一面スクリーンになってまして、うん、まあ白いじゃないですか、うん、なんで何でも映せちゃうんですね。はいはい、で、今これちょっと全体的に明るいんですけど、はい、暗くするとすごい綺麗に映るんですよ。うんうん、ちょっと暗くします、ね、はい、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあここドリンク、はい、はい、ということで今度バーコーナーの紹介ですね。はい、ここでね、あの実はちょっと見えないところに照明の卓があって、ここで照明を操作したり、はいはい、受付したりドリンクを作ったりっていう、ここはもうそういうスペースになってますね。なるほど、で奥にねコンロもあって、うんうん、あ、ちょっとしたフードも出せるんですよ。なるほど、まあもちろんうちはバーなんで結構お酒も充実してて、はい、結構ねグラスもね、いいグラス使ってるんですよ。はいはいはい、あのおしゃれなグラスもあって、このやっぱグラスで飲み物の味も変わるという。なるほど、結構バーもいろいろ研究してやってます。はい、で、ストロベリーフィールズっていうカクテルがあるんですか。はい、あ、そうなんですよ。はい、あのよく聞かれるのが、はい、こうカクテルなんかおすすめありますかみたいなのをよく聞かれるんですよ。うん、でね、まあ、僕も結構個人的に好きなあのカクテルがあって、はい、まあ、ストロベリーフィールドっていうカクテルがあるんですよ、はい、このように。あ、はいはい、で、まあ、それを、まあ、それをそのまま完全レシピ再現するのはちょっと難しいんですけど、はい、まあ、ちょっとそれをうちの店でアレンジした、なるほど、はい、近いストロベリーフィールズっていうカクテルが、なるほど、うちの店で推しのカクテルありますね。はい、はい、じゃあちょっと作ってもらってください。作っちゃいましょうか。これ結構ね、はい、おしゃれなカクテルなんですよ。はい、どうしようかな。じゃあ作っちゃいますよ。はい、これは何ベースとかあるんですか。あるんですよ、それも全部いっちゃいます。ベースぐらいいきます。ベースぐらいいっちゃいます、はい、あのね、これ
ストロベリーリキュール。おう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 、これね、あのカシスとかピーチとかってよく聞くと思うんですけど、うん、はい、やっぱうちの店はストロベリーフィールズなんで、はい、まあ、そのシリーズですね。なるほど。あのルジェのストロベリーフィールズ、はい、ルジェクレームドストロベリーですね、うん、これを使いますと。なるほど。これがね、あの結構赤くてね、うん、ちょっとおしゃれなんですよね。で、次にベースとなるリキュールでジンですね。はい、ジンを入れます。うちはビフィーター使ってますね、はい、で、グレープフルーツジュースで割りますと。はいはい。で、さらにここから、はい、まだあるんですよ。ここにソーダを入れますと。なるほど。いやー、どうですかこのおしゃれな色合い。女の子が好きそうな。そうなんですよ。で、これがね、ストロベリーリキュールの甘みと、うん、このジンの辛みと、うん、グレープフルーツジュースの酸味。なるほど。で、僕は個人的にこのソーダを入れたすっきりとした飲み口がめちゃくちゃ気に入ってるんですね。出来上がりました。はい。カクテルストロベリーフィールズ。いただきまーす、はい。僕のオリジナルカクテル。匂いからしてイチゴまず。そうね。あ、飲みやすい。いかがですか。飲みやすい。これは美味しいんですよね、これ。あ、本当に美味しい。よろしければ上川さんもね。全く飲めないから。あ、全く飲めない。あ、そういえばそうでした。そう、下戸なんですよ。はい、これも飲みに来てほしいですね。これはもう本当にそもそも論ですけど、はい、何故にストロベリーフィールズなんですか。あ、そうなんですよね、うん、この店がね、お店の名前、もともともう結構昔にガソリンアレっていうライブハウスだったんですよ、ここが、はいはい、この場所がですね、もう30年ぐらい前からやってる老舗の、はい、もう東京のライブハウスの中でもかなり古い方らしいですけど、 ね、で、そこのオーナーさんが、まあ、ちょっとまあいろいろあってお亡くなりになって、うん、で、しばらくここちょっと空いてたらしいんですけど、うん、その後に新しいオーナーさんがここを居抜きでストロベリーフィールズっていうライブハウスを始めたんです、うん、で、我々はその時に出演していて、バンドとして、はい、で、その時はまだね、お店も全部真っ黒の、うん、いわゆるこうロックなライブハウスって感じだったんですよ、はいはい、で、そこから、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、僕らのバンドさん、僕らのバンドがオーナーさんに気に入られて、うん、まあ、じゃあちょっと一緒にお店盛り上げてくれないかっていう話になりまして、じゃあ僕らもじゃあやりますかという感じで全面的にこのリフォームをしましたと、はいはい、で、リフォームはしたんですけど、お店の名前を変えずに、そのままストロベリーフィールズって名前を残して、今やってるっていう、そういう感じなんですよ。なるほど。なんで、もともとその今のオーナーさんが付けた名前なんですね。あ、なるほどね。おそらくね、まあ、おそらくっていうか、ビートルズがお好きなんですよ。まあまあ、そうだけどね、はい、もうこれはね、音楽好きの方はすぐに分かることだと思うんですけど、ストロベリーフィールズフォーエバーっていう曲があるんですよね。はい、あの、個人の話なんですよね。まあ、ここの裏にね、あの保育園があるとか、あ、ありますね、まあ、なんかね、そういう、そう、あ、ご存知ですね、さすが地元の育成園があるんで、はい、あ、そう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 、なんかその辺の絡みもあるんじゃないかって話もちょっと僕もちらっと聞いたりとか、そういうオーナーさんのビートルズ好きだったり、そういう意向が反映されてる感じですね、はい、僕らそのまま名前を変えずにやってて、なるほど、まあ、すごい気に入ってるんで、おしゃれな名前だし、可愛いですよね。そうですね、はい、はい、で、それに見合ったようにもう真っ白にしてやってると。なるほど。まあ、というわけで、このストロベリーフィールズっていうカクテルも、はい、これはもうね、もう僕のオリジナルカクテル、おすすめです。いちご風味って言った瞬間にダークなるんだけど、まあ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 、ストロベリーリキュールを使ったカクテルですね、ジンベースの、はい、駄菓子じゃないんだから、駄菓子、駄菓子はい、なるほど、わ、はい、かりました。という感じで、はい、ぜひお酒も飲みに来てください、はい、ちなみにビールはね、プレモルが入ってます、はい、これもね、結構推しなんですよ。あ、なるほどね、はい、あのサーバーから生を、はいはい、プレモルで出しますから。なるほど、はい、プレミアムモルツですね。そうです。なるほど。それはもうぜひ飲みに来てください。はい、はい、じゃあいろいろ紹介しましたけど、はい、まあ、僕はライブスペース、イベントスペースなので、はい、ライブをよくやってるんですね。そうなんですよ、はい、で、このね、2ヶ月間がそのビーチになってるってお話さっきしたんですけど、はい、もうビーチストロベリーフィールズ毎日イベント開催っていうことで、はい、もういろんな出演アーティスト、まあ、こちらにちょっとアーシャも出させてもらってるんですけど、はい、やってますと。なるほど。で、まあね、毎日イベント開催なんですけど、まあ、後半の日程とかでまだちょっとあの出演者の枠とかも、うん、あの空きもあったりするんで、はい、ぜひあの出演も募集してますということです。どういう人がいいんですか。まあ、あの全然誰でも大丈夫です。
ただ、はい、このビーチでおしゃれな感じでライブやるよっていうことだけ頭に入れといてもらえれば、なるほど、あのロックでももちろん、まあ、あの ね結構熱いアーティストも出てるんですよね、うん、ファイヤーって叫ぶアーティストさんとか、どうですか、はい、もう全然そういうあの熱いアーティストも出てれば、うん、結構ピアノの弾き語りでおしゃれに弾き語る女性のアーティストさんも出てたりとか、まあ東さんみたいな、こういうちょっとあんまりおしゃれじゃないアーティストとかは、ね、大丈夫なんですか。まあ多分随分昔の写真に見えるんだけど、はい、全然楽しくみんなで音楽できればっていう思いで作ってるんで、るもちろん大丈夫です。まあじゃあ NG のはデスメタルぐらいですか。まあデスメタルの方はちょっとあのお会いしたことないんでね、わかんないですけどね、はい、でも意外と出たら面白いかもしれないです ねビーチでデスメタル、なるほど、それもありかもしれないですね、はい、はい、という感じであの募集しますんで、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、いつでも。詳しくはホームページですか。はい、詳しくはホームページから連絡をいただければ、はい、なるほど。まあとりあえずこのイベントが終わっても出演者は募集してますよね。もちろんあの、はい、もうこのイベントビーチは8月いっぱいで終わるんですけど、うん、もちろん9月以降もあのハロウィンやクリスマスに合わせて、うん、まあいろんなちょっとイベントをやっていこうかなと思ってますんで、なるほど、はい、どんどん出てくださいっていう、ライブ出演者とかイベンターとかね。そうですね、もうイベンターさんもここぜひ使っていろんなアイディアをむしろあのどんどん使ってくださいという感じですね。この場所イベントスペースとしても、はい、ぜひお願いします。わかりました、はい、はい、じゃあそんな感じで、だから詳しくはまあホームページということで、はい、よろしくお願いします。はい、いつもあのライブハウス紹介の時はですね、はい、ライブ動画を撮ったりするんですけど、はい、今回は東康之君が今から歌ってくれるということで、あ、いいですか、いいですか、やりましょうやりましょう、ぜひぜひ、こういう雰囲気でライブをやってますということで、はい、じゃあ今からちょっとやりましょうか、はい、はい、お願いします、はい、はい、じゃあ演奏していきたいと思います。10年前ぐらいにですね、ここで実際に僕ねライブ活動をしてたので、こういう形で、お店がまた復活してくれてすごい僕的には嬉しく思ってます。その当時歌ってた曲を歌いたいと思います。二十歳という歌です。聴いてください。わけもなく泣いていた、わけもなく泣いていた、わけもなく泣いて僕らは立ち尽くしていた、見えない夢描いた、明日への希望抱いた、消えない汗拭った不安にまた襲われる。わけもなく泣いていた、わけもなく泣いていた、僕
抱いた消えない汗拭った不安にまた襲われる。さよなら、気持ちいいですね。本当。ちょっと俺番組関係で歌ってます。面白いです。ちょっと快楽でした。しかもこれサッカーの格好してるってこと。
ました。いい感じですね、やっぱりね。これはもうぜひ番組で使っていただきたい。そうね、ちょっと使いましょうか、せっかくぜひ使ってください、この